ドキドキ森の不思議前編。すっかり秋なのだ。秋といえばスポーツの秋、芸術の秋、そして食欲の秋もね。うん、そんなこと言うからお腹が空いてきちゃった。それがね、大変なんだ。何が大変なの？昨日ね、ドキドキ森に遊びに行ったんだけど、森のずっと奥のお団子岩の向こうに迷い込んじゃって。え？お団子岩の向こうに行ったの？それでどうしたの？いくら探しても帰り道がわからなかったんだけど、気がついたら森の出口の一本松のとこ歩いてたんだ。ねえ、不思議でしょ？これは絶対何かあるのだ。面白そうだよ。みんなでお団子岩の向こうを探検してみない？みんな一緒なら大丈夫だよね。よし、支度をしてドキドキ森の入り口に集合なのだ。いけません。あそこは昔からドキドキ森の主が住むと言われている場所です。でも、もうみんなと約束したのだ。行かないと弱虫と思われるし。弱虫？ポンタロー坊ちゃまが弱虫だなんてとんでもない。そんなことを言う子はこの羊が許しません。じゃあどうすればいいのだ？私もお供いたします。いざ探検に参りましょう。なんだ、自分も仲間に入りたかったのではないか。この羊がついている限り、必ず皆さんを無事にここへ連れ戻すことを約束します。それじゃあドキドキ森探検隊出発。さあ準備は万端。この天才ガオガオの大発明、バグズトークの大実験開始するのである。聞こえる聞こえる。何何？おいしい花の蜜があるところを知ってるよ。あたしだって知ってるわ。ふむふむ、なるほど。さあ、いよいよお団子岩の奥へ探検に参ります。皆さん、はぐれないよう私についてきてくだ。じゃあトリッピーが案内するからね。ずるい、私が先だよ。僕だって。うん、待って。もういい。うわー、綺麗。こんなにたくさんのコスモス見たことないよ。奥へ来たって感じね。それにしてもポンタロウくんたち遅いな。羊さんと一緒だから大丈夫だよ。もっともっと奥まで行くよ。レッツゴー。みんなグズグズしてると日が暮れちゃうよ。はーい。いやどっちがどっちだっけ。なんだか同じところをぐるぐる回ってる気がするけど。しっかりしてよトリーピー。そうだ、こんな時にはどうするの？まずはたこ焼きでも食べて落ち着くなくっちゃ。なんでたこ焼きなの？だってお腹が空いたらいい考えも浮かばないです。うわー、もったいない。どっちへ行ったらいいんだろう。元来た方向がわからないんじゃ帰ることもできないじゃない。心配いらないってば。どうして？これどんぐり？これを目印に落としてきたから、それをたどっていけば元のところに戻れるはず。そっか、さすがにアッキー。これで安心。さあ、どっちの方向でもいいからレッツゴー。シマジロ君たちはどこへ行っちゃったのだ。なんだか暗くなってきたし。それになんだか暗くなってきちゃった。あ、ちょっと待って、こ
ここさっき通ったところだ。ほら、あの木に見覚えあるもん。いや、そういえばやっぱり同じところをぐるぐる回ってたのね。ねえ、探検はまた今度にしない？天気も悪くなってきちゃったし、たこ焼きも食べきっちゃったし。ミミリンも遅くなるとお家で心配するから。なんだったらしないの？あ、仕方ないよ。ポンタロウくんたちのことも心配だし。うん、じゃあ帰ろっか。どんぐり、あった、うん、ここにも。どんぐりどこにもないよ。おかしいな。もしかしてリスさんとかが食べちゃったのかしら。そこまでは考えなかった。うわ、あそこに見っけ。やったね。あれ、ここにもあるわ。こっちにも。うん、これじゃあどれが本物かわからないよ。風のせいだったんだ。ここって一体。完全に迷子になっちゃったみたいだ。いやー、誰か助けてー。しまじろう様たちはみんな今頃迷子になって困り果てているでしょう。一刻も早く探さなくては。あれ、あれは一本松。ここはドキドキ森の入り口ではないか。か、みたいでございます。どうしよう。こんな時は動き回らない方がいいっておばあちゃんが言ってたけど。こうなるとポンタロウくんと羊さんが頼りね。でもその二人も迷子になってたら。ああ、どうしたらいいの。わあ、いやあ、いたいた。みんな怪我してないかい？ガオガオさん、トリッピーたちを助けに来てくれたの。ああ、このマイクで虫たちから君たちが助けを求めていることを知らせてもらったんでね。虫？虫の話してることがわかるの？すごい！ご苦労さん。やった！これで帰れる！これさえあればもう安心。ん？あれ？おかしいな。どうしたの？それが…しまった！故障したみたいだ！誰か帰り道を知ってるかい？知ってるわけないでしょ。どうするの？ドキドキ森の不思議後編。やあみんな、僕たちがいつも遊んでいるドキドキ森のお団子岩の向こうではたまに不思議なことが起こるんだ。森の主が住んでいると言われているその場所へ探検に出かけた僕たちドキドキ森探検隊は森の迷路のようなところで迷子になっちゃったんだ。どうしたらいいの。いやー、いたいた。みんな怪我してないかい？ガオガオさん、ご苦労さん。発明したバグズトークを使って僕たちが迷子になっていることを知ったガオガオさんが助けに来てくれたんだ。どうしたの？これで大丈夫だと思ったんだけど。しまった、故障したみたいだ。これからどうなるの？僕たちドキドキ森から出られるのかな？どうするの？しまじろうはまだ帰らないのかい？ええ、なんだか探検するんだって張り切って出かけていったんだけど。お兄た、探検？どこを探検に行ったのかな。えい、うん、お、やった。お待たせ、もう大丈夫だ。治ったの？本当に大丈夫？どんと任せなさい。さあ、虫たちは何を話しているのかな。どうるさい。ごめんごめん、いっぺんにいろんな話し声が飛び込んできてびっくりしてしまって。あっちへ飛んでいったよ。あ、ダメだよ、それ持っていっちゃ。ああ、
困ったぞ。マイクがないとどっちへ行ったらいいかわからない。こんなことになるんじゃ探検なんか寄せばよかったね。きっとママたち心配してるわ。お腹も空いてきちゃったし。この匂いこっちだ。どうしたのトリッピー。こっちこっち、トリッピーについてきて。ほらやっぱり。あ、これは松茸じゃないか。すごい、松茸の匂いがわかったの。あ、松茸、さっき落としたたこ焼きの匂いがしたんだけど。ほらこれこれね。なんだそうだったの。ん、あー、よし、少しだけど出口に近くなってきたぞ。ねえガオガオさん、あれガオガオさんはどこ行っちゃったのかな。待て待て待て、ソーリングオルファーパーキーカフハードリュー。落ち葉がクッションになって助かった。おーい誰か助けておくれ。おーい、ガオガオさんの子。ミミリン疲れちゃった。もう歩き回んのやめて、ドキドキ森の主に助けてくれるようお願いしよう。諦めちゃダメだよ。そうだよ、みんなで力を合わせればなんとかできるよ。あれ、ガオガオさんのマイクだ。虫さんたち、誰かガオガオさんのいるところを教えてくれないかな。コオロギが鳴いてるよ。うん、僕が連れてってあげるよ。本当？ありがとう。ダメだ。あれは島次郎くんたち。おーい、ここだよ。あの穴だ。ガオガオさん、大丈夫？ああ、大丈夫だよ。すごく深い穴。僕たちの力じゃ助けられないよ。そんなことないって、私たちにもできるよ。ロープはない？え、ロープ？そんなものないよ。このツタを束ねたらどう？なるほど。これをこうしてっと。できた！ツタのロープの完成ね。ガオガオさん、今助けてあげるからね。頼むよみんな。おお。ガオガオさん、いいよ。よし、行くぞ。よいしょ、よいしょ、もう少し、よいしょっと。やったー、やれやれ、助かった。ガオガオさん、はい。おお、よかった、これさえあれば。さあ、みんな、出口を教えておくれ。出口なんて知らないよ。僕たち、この森から出たことないもん。美味しい花の蜜があるところなら知ってるけど。ふむふむ、どうしたの？それが、みんなこの森から出たことないそうなんだ。美味しい花の蜜があるところなら知ってるって言うんだけど。美味しい花の蜜って…あ、もしかしたら、このお花の咲いていたところじゃないかしら。それでは島次郎くんたちはまだお帰りになっていないのですか。ええ、大変なのだ。まだドキドキ森で迷っているのだよ。夜になってきちゃった。まずいな、どっちへ行けばいいのかわからなくなってしまう。せっかくここまで来たのに。光ってる。
しまじろー、リミリーさん、トリッピーくん、ニャッキー様。あの声はしまじろうだ。みんなの声もするのだ。こっちでございますよ。やったー、出られた、ただいまよかったよかった。ドキドキワクワク大冒険だったね。そうね、うん、それにしてもなんだかドキドキ森に助けられた気もするね。うん、ドキドキ森はチャレンジ島のみんなを守ってくれるっていう昔からの言い伝えは本当だったんだ。テレビ番組しまじ